おはようございます。最近地震が多いですね。揺れている。気晴らしに行くか。いやマジで暑い。ただいま。なんか美味しそうな、美味しそうなものがあったので、これにこれをかけます。美味しいでしょうか。この Wi-Fi が気になるけど、この部屋は結構好きです。夜食、夜食。ではこちらを作っていきましょう。そしたら明日飲めると思います。で、作り方はですね、まず1、冷水のポットにバッグを入れる。丸に水を注ぐ。常温を500ミリ。今日常温がないので水道水でやってみます。3、冷蔵庫で10時間から12時間置く。で、4つ目、出来上がり。はい、で今はだいたい1時回ってるので、明日の昼ぐらいには飲めますね。やってみましょう。うわ、超いい匂い、超いい匂い。ポットがないので、これちゃんと500入る、500入るので、これでいきます。まず、ちょっとでかい、入れる。そしたら水を入れる。500で、500入れたら浮いちゃいました。で、ちょっと少しこの色が出るまで待つらしいので。あー、出てきた。おお、すごいですね。はい、じゃあこれで蓋を閉め、これ振りたいところですが、振らずに冷蔵庫に入れます。冷蔵庫に入れましょう。ここに。またね。じゃあまた明日お楽しみに。はい、今日はちょっとね、立って話していきたいと思います。まあ、いろいろと試しながらやっていこうかと思っております。今日お話したいことっていうのは、所有していた時よりも手放した後の方がメリットが大きかったよっていうものを3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目のものがテレビです。これテレビは一番手放してよかったなと思ってます。テレビを手放すことによって得られた大きなメリットっていうのは、自分的には2つあります。まず1つ目が時間を確保できるようになったこと。で、2つ目が無駄な情報が入らなくなったこと。まず1つ目なんですけど、やっぱりテレビを手放したことによって、そのテレビがあるから見るっていう状態がなくなったので、その分の時間を確保できるようになりました。で、2つ目、無駄な情報が入らなくなるっていうことなんですが、やっぱりテレビで流れるニュースとかっていうのは、いらない情報ばっかだと思うんですよね。まあ、いい情報もあると思うんですけど、無駄な情報が多い。例えば芸能人の誰々が不倫したとか、捕まりましたとか、あとはこの人が亡くなりましたとか、そういう情報っていうのは、特に自分の人生には関係のないものがほぼほぼ多いので、そこに思考を取られなくなったっていうのがとても大きいです。例えば新聞とか紙媒体だったり、あとはもうスマホ、ネットで見れる時代なので、そこで自分から欲しい情報をゲットすればいいやっていうことで、今は特に困っておりません。はい、テレビで得られた
娯楽っていうのは今は全てネットで完結している状況です。2つ目は洋服です。洋服はたくさん捨てました。捨てたことによって得られた大きなメリットというのがここでも2つあります。1つ目がここもテレビと一緒で時間の確保ができるようになったこと。2つ目にスペースにゆとりができたことです。まず1つ目時間の確保ができるようになったことっていうのは洋服の絶対数が減ったことで洋服を選ぶ時間っていうのが減りました。減ったことによってその分の時間ができたっていう感じです。2つ目スペースにゆとりができた。もうこのままなんですけど洋服が減ったことによってその保管するスペースにゆとりができました。で以前は収納ケースとかを買ってそこに畳んで入れてることが多かったんですけど今はほとんどのものはハンガーにかけてます。で、吊るす収納っていうのに変えたことによってその収納っていうものを置くスペースっていうのも今はなくなりましたのですごく掃除する手間が省けてます。で最後3つ目になるんですが3つ目は収納家具です。例えばタンスとかあの引き出しとかそういうものになります。いろいろカラーボックスとかもですかね。でこの収納を手放すことによって得られたメリットっていうのはこれも2つあります。まず1つ目、家全体の物の絶対数が減ったこと。で2つ目、スペースにゆとりができたこと。まず1つ目なんですが、やっぱ収納するものがあるから物が増えると思うんですよね。なのでその収納するもの自体を手放すことによってそれに入れてたものっていうのも一緒に手放すことができた。それによって物の数が減った。もうこれがすごくいいメリットです。やっぱり収納をするってことは、だいたい隠したいっていう意味もあると思うんですよね。じゃあその収納を捨てることによって隠さなくなるじゃないですか。そしたら本当にこれは持ちたいものなのか必要なものなのかただ持っていたものなのかっていうのが自分の中ではっきりして物が徐々に減っていたっていう経緯もあります。2つ目スペースにゆとりができた。これもさっきと一緒ですね。収納家具を置いたスペースがなくなったってことです。はい、やっぱりスペースができるとすごく気持ちがいい、あとは綺麗にしたくなっちゃうっていうのもあるのですごくおすすめです。はい、以上3点、テレビ、洋服、収納するもの、この3つが私が持っていた時よりも手放した後のメリットの方が大きかったものベスト3になります。これは私の意見になるので、そのベストっていうのは人それぞれだと思うんですけども、この持っているからこそ得られる、持つからこそ得られるメリットっていうのはもちろんあると思うんですが、それを手放すことによってこの得られるメリットっていうのもやっぱり考えるとすごく人生も豊かになると思うので、一旦この固定概念、この持ってなきゃダメとか持ってないと〇〇ができない、幸せになれないとかじゃなくて、持たなくてもどうやったら幸せが得られるのか、また持たないことによってどういう幸せが感じられるようになるのかっていうのも考えるとすごくいいと思います。はい、まとまったかわかんないんですけども、ここで終わりたいと思います。また明日の動画でお会いしましょう。